カメラ女性記者多いんですか？半分今日女性です。編集長も初の女性なので、女性部員もちょっと今増えているという感じです。朝日新聞社全体はどうなんですか？朝日新聞自体は社は男性の方が多いと思うんですけど、はいはい、でも新入社員は今4割ぐらい女性になっている。私が入った時は80人中10人しか女性がいなかったのに比べると全体としても増えて、昔なんでそんな少なかったんですか？30手前ぐらいで結婚で辞めちゃうから教育しても無駄みたいなこと思ってたのかな。長時間労働なので女性にはきつい職場っていうふうに思われたのかもしれないです。それがなんで今4割、今まあ能力的には差がないじゃんっていう感じになってきたのと、女の人が能力あるでしょ。ああまあとあんまり言えないですけど。だって出版界みんな言うもん。出版業界全員男役に立たねえよなって。いやそうは言ってませんよ。そうは言ってませんけど、男女あの能力的には差がないので、うん、同数いてもいいんじゃないっていうのと、まあいろいろ制度が整って子供産んでも、うん、まあ勤めやすくやったというか、それは大きい。はいはい。朝日は育児休暇に関してはかなり寛大ですよ。